福岡ヤフオクドームには大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦、福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のホークス、どのあたりに注目されてますか？もちろん先発投手ですよね。はい、連打を浴びても動揺せずに投げられるタイプですから、今日もいい投球に期待したいと思います。そのあたりも注目ですね。まずはホークスの先発千賀がヤフオクドームのマウンドに上がります。さあライオンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。セーフティーバント取りました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターは2番に入っているゲン。ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。走ってきませんね。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。次のボール、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁、滑り込んでアウト、ボール失敗。小宮山さん、今の場面いかがでしょうか？これはもうキャッチャー素晴らしいスローイングでしたね。いやピッチャーはホッとしたでしょうね。はい、先制アウトコース打ちました。セカンド取る、ツーアウトになりました。バッターボックスは3番秋山、ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。155キロがいきなり出ました。インコース外れてボール。アウトロー見送ってボール。高めに持ってきました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。さあ勝負ですね。ゾーンギリギリにいいボールを投げ込みたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。デッドボールだ、当たってしまいました。さてリードしていくキャッチャーですが、ここは何が重要でしょうか？小宮山さん、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。初球ボール、ここは長打が怖いカウントですから低めがいいように思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。次が3球目、走ってはきませんが一塁ランナーは俊足です。
バッター、これはどうか、松田スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。1回の裏ホークスの攻撃です。ホークスはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますライオンズはご覧のような守備陣です。ライオンズマウンドに上がるのは先発の川田。さあホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは牧原、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、入れました、ファールボール、外わずかに外れた。膝元への変化球、ツーボールツーストライクです。空振り三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っている今宮。川田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。変化球インコースに来ました。あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか、見逃して三振です。ツーアウトになりました。バッターボックス柳田、ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、初球ボール、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど、そうですか。打ちに来ました。バットは動きません。よく見ています。次が5球目、空振り、低めいっぱいのコース、3ボール2ストライク。外れてフォアボール、ツーアウトから先制のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。バッターは DH エスパイネ、フォアボールのランナーが出ています。これが1球目、走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。いや本当足速いですからね。
これで先制のランナーの得点圏ですね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。全くその通りですね。高めのストライク、ワンボールツーストライクです。ボールになります。まあ、ここは狙いとは違うボールにも打ちました。ヒットになった。ホームに送球、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスにはグライシンが入ります。さあ、チャンスが続きます。この流れに続いて先制してしまいたいですね。なるほど、そうですね。初球ボール球です。次が2球目、インコース打ちました。いい当たり、切りました。ファーボールです。ワンボールワンストライクです。3球目打ちました。これはどうか、ライト線を深く強くヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。ホークス1点を先制しました。見事なタイムリーヒット、1対0。ホークスなおも三塁二塁のチャンスです。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。理想通りの攻撃となっています。バッターは6番内川。ホークスこの回1点を入れています。さあ、先制に成功してなおもその点差を広げていこうかというところです。さあ、ここもつないでいけるか。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。バッター有利なカウントになりました。まあ、次のバッターも怖いですからね。まあ、勝負は避けないでしょうね。外低め決まってストライク。4球目は何で来るか。これで3ボール、厳しくなったか。次のバッターのことを考えれば歩かせる気はないと思うんですけどね。ここは自信のあるバッターは狙っていくでしょうね。なるほど、そうですか。さあ、これで決まるのか。外れてフォアボール。これで2アウト満塁、点差を開いていけるんでしょうか。貴重なランナーが出ました。チャンスが広がります。さあ、そして打席には松田が入っています。さあ、なおもチャンスで満塁の局面。まあ、ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球甘いところでしたが、これは見ていきます。きっちりと見極めました。西さん、バッターボックスのセンターへ持っていった。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかし、この回ホークス先手を取りました。1回終わって1対0、ホークス先制です。2回表に入ります。追いかけるライオンズの攻撃。5番バッター森。ホークス1点リードで迎える2回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、ここまでいかがでしょうか。まあ、そうですね。この1点を守りきるぐらいの気持ちで最後まで投げてもらいたいですよね。そうですね。今日の投球に期待しましょう。
インコースボール、ボール先行です。落ちる球できました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。低めの球ストライク。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。6球目は何で来るか。おっつけて打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ同点のランナーを一塁に背負います。バッターは外崎。まあバントの上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。さあランナーをどう生かしてくるか。送ります。取りました。